東大南北ボキタッション。はい、ということで今日はですね、現環境最強デッキ5つチャンピオンありでね、今日は紹介していくんですけども、まあランキングで紹介していきますか。まず1つ目、こちら第5位ポンプクロスですね。はい、こちらは前シーズン引き続きマジでもう結局ポンプのご利用しが強くて、まあこの3つでねあるし、3つで枯渇要素あるし、なんならサイクルでこの回転の速さでねポンプを回せるっていうね外役さで、今結構まあエレジャイとかまあキョスケ、ロイジャイがめちゃくちゃ入ってるからミニピが強いんですよ。これ4コスで抑えれるっていうのがマジで強くて、まあ本当にね、まあ腐らない、マジで。もうめちゃくちゃ強いっすわ。まあアイゴルの奥なんでもいい、正直。LSP でも、ファイボでも、大砲でも、正直なんでもいいっすけど、まあアイゴルが一番僕はしっくりくるかなっていう感じ。うん。まあということで、まず1つ目、こちらからやっていきますか。まあ何がきついって言われたら、クエイ系と、まあバルーン。がきついですね。まあクエイクとバルーンはねちょっともうきついかな。まあクエイクはしょうがないですね。まあポンプでアドトレインシーみたいな、でクロスがクエイクに弱いしみたいな、でバルーンはシンプルにこうクロスにバルーン出されたらこうもう普通にしょられるんですよ。だからあちゃ食い出しちゃとはいえなんですよ。だから結構きつくて、まあバルーンはねマジできついですね。うん、でこのデッキの最大の強みはこうネクストポンプやった時の理不尽さがやばいんですよ。マジでやばくない？ネクストポンプやった時マジ発狂よ相手マジで呪文なかったやばい。初対ゲーカー半端ないからな。まあ、これクロス行って、あーなんかこれあれ臭いな、なんかミラーエレジャー臭いんで、まあ、ここはねまあミニペ出してあげて、普通にまあミニペ出しつつの、はい、ここはアイスゴーレムで固めて、まあワンチャン、まあライト来るかな。これ来れないね、ライト。まあワンチャン取るねみたいな感じ。はいはいはい、カバーしてあげつつの、ファンファン言ってくれたら熱かったですけどね。これ飛ぶんかな、飛んできたね、しっかり飛んできたね。いやーここの受けマジしんどすぎやろ、俺マジしんどすぎやろ、俺マジしんどすぎやろ、俺ここの受け。いやーまあここは鬼の気を、まあ左入ってるしね、鬼の気を仕上げて、まあ相手ここの受けすらも多分きついと思うから、多分トルネ下げてくるんじゃない。そうですね、トルネ下げてくると思ったんで、まあここは一旦まあポンプかな。まあクロス立ってもいいんですけど、まあ7コスで結構エレジャー出せるんで、出せそうなんでね、ここは一旦まあポンプからかな。多分エリアル取れてるんで、ここはポンピーから行こうかな。ポンピーかな、ポンピー行ってあげて、まあエレジャー来てもまあミニペがあるんで速攻されるんでね、まあ多分大丈夫、オッケー。いやここ行ったら多分死んじゃうな、多分死んじゃうから、ここミニペ合わせかな。ミニペ合わせが一番ベターかな。ミニペ合わせ仕上げて、でそうだな、ミラーエレジャー行きそうなんだよね、マジで。めちゃくちゃミラーエレジャー行きそうだから、ここアイゴレでカバー仕上げて、はい。いやこの顔は来ないね、この顔来ないわ、絶対来れない、来れない、来れないで普通に。はいはい、うわーだる、めっちゃだ。お前さーマジでエグいで、それガチでエグい。いや待って、これ切りたい、お願いだから切らして、黒くお願いだから切らして。切れないんだよね、これがエリクサーないから、俺切れないんだよ。でまあスケ切ってるから、相手トルネか、これ踏んじゃ、トルネ来るんか、トルネ、はいはい、ファンファン、え男の強すぎんか、それさすがに男の強じゃないか、それさすがに男の強すぎてやばいよこれ。で多分相手ライト切りたいはずだから、ここに絶対ライト切ってくるよね。そう切ってくるから、はい、ここは、はい、これで守れるんじゃない。普通に丸太流しても多分守れそうですね。ほい、オッケーオッケー、いいね。で、まあ、ここクロス行くか。クロス行ってあげて、はい、チャキって行ってあげて、ライト切ってるから、ワンチャンライトかましてくるかもね。ワンチャン来るかなと思ったけど、来ないんか、これ感じ。この感じ来なさそうですね。はいはいはい、こっちに寄せたいね。できるなら、できるなら寄せたいんですけども、さ、このこれが相手はきついと。はい。シンプルにこの形がきついよね、みたいな感じで、両サイド入っていくと。はい。これはね、もう正直左落とされてもいいですね。右落とされてもいいみたいなところあるんですけども、俺ぐらいになると守っちゃいますと。はい。俺ぐらいになると、守っちゃいますね。でなんなら、左も見てるんで、はい、左も見てるんで回しつつの、まだ落ちないんでね、これもう下方食らってますね、もろ下方食らってますわ言うて、こうファイスピル落ちますわ言うてマジバルタのなんかこの違和感やばいよね。え77みたいな、え落ちひんのみたいな、やばいよねマジで。これ落ちひんのってのあるからね、マジでね。マルタがね下方されちまったんで、マジで。でもとはいえさっきみたいな感じで、マジで丸太の下方影響起きてないから、ね、正直。だってここクロス刺す、クロスとかミニペ刺すデッキだから、そこまでなんかめっちゃ丸太が下方とか感じないですね、正直。はい、次二つ目、キョスケオグ。これはね、まあ前シーズンから、まあずっと強かったんですけど、マジで、まあ今、本当に強すぎる、キョスケオグが。うん、マジで、高回転にも強いし、重量級にも強いみたいな。普通、高回転に、クエイクが高回転に強いのはわかるやん。でもさ、今、マジで普通やったら、クエイクってゴレとか、
か、まあそう、重量級とかね、きついんですけど、ただ今、気をつけがあることによって、重量級にも勝てちゃうよっていうね、もうマジクソみたいなデッキ、マジできつい、本当に。重量級にも、高回転にも戦えるっていうね、もうさ、気をつけがマジで強すぎる、本当に。気をつけが強いおかげで、まあなんとかなってるみたいな。ゴレにも勝てるし、まあ、エレジャンにも勝てるし、ラバーにも勝てるし、まあラバーはね、まあちょっと癖はいるかも。ちょっとね、まあだるい、正直ラバーは。って感じかな。あとはね、まあガゴムレがちょっときついね。ガゴムレが若干だるい。だから、キョスケをしっかり、まあ、生かさんといけんっていう感じですね。さあ、来た。スキルズ来たわ。めちゃめちゃトロ低いけど、まあやっていきましょう。最近さ、俺、五等分の花嫁見てるって言ってたんか、アニメ。やっと見終わってさ、まあ、映画 見に行ったんやけどさ、めちゃめちゃ良かったわ、マジで。もうあの見終わった後もあの整った、マジで。もうサウナ入って、あの水風呂入って外気浴したぐらいの勢いで整ってた、マジで。おー、ええかなって。もうないこれ、多分ハゲ臭いな、なんか。ハゲ臭いから、まあ、一応逆サイ飛ばしてる。おっと、これは多分、ウォールベイカーじゃないか。ディガーウォールベイカーの顔してんな。これでハゲ液じゃないってことは、まあ、ディガーウォールベイカーですね、おそらく。まあなんで、丸太構えよし言ってね。丸太来たようにしっかり構えていただけて、さ、これは絶対ここですね。はい、そうですね。まあ、オールベイが来るんで、はい。まあ、これは、キョスキホグで、まあ、ルート強制したら、多分1殺すね。いや、これが、マジで、見せる。キョスキホグのめっちゃ強いところ見せますわ、マジで。マジで、ルート強制のホグが強すぎてやばいから、ガチで。まあ、一旦ここはね、サイクル整えます。はい、キョスキとホグ合わせるために、整えて、まあ、逆サイ、まあ、多分、コウモリとか、まあ、ファイボ、もしくは縦役で受けてくるかな。そうですね。まあ、これ相手、あれじゃね、コウモリじゃね、さすがに。そうっすよね。なんで消えてあげて、さ、チャン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 。はい、でかい。いや、結構削ってくれたね。なんで、こう、血気を仕上げて、血気をして、相手はマジアじゃないんで、そうっすね。はい、マジアじゃない分、まあ、ここは結構ゆったりできますね。はい、ここは丸太でしょってあげて。さあ、ここはね、まあ、キョスキホグ行きたいですね。このまま形食って、まあ、クエイクまで行ってもいいですね。この挙式が入るタイミングとかで、まあ、コホグ出すると、あ、ちょっと遅れました、これ。こう遅れた、見せた、見て、ほら。と、遅れたん、これ、マジで。マジで遅れた。ちょ、ごめん、見せた、マジで。みんなに見せたかったルート強制ね。これ、なんか、挙式入りそうじゃね、挙式入りそうだね。なんか、怪しいね、その位置。いや、これ入らへんな。これ入らへん、多分。そうですね。まあ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 、ちょっとね、タイミング遅かったね。もうワンテンポ早かったら、多分できてた、今の。オッケーオッケー。まあ、ただ相手も、まあ、分かってて、ここ気をつけにやれば、ここにユニット出せばね、普通にね、回避できるんですよ。マジ、これマジだから。ガチだから。普通にできるんですよ。ルート強制ね、回避できるんですよ。方法あるんですよね、一応ね。まあ、みんな知ってる人は知ってるかな、みたいな感じ。まあ、なんですけども、こう、アチャ食いつけて、はい、アチャ食いつけつくの、はい、このタイミングぐらいかな、やってあげて、まあ、ちょっと、ああ、でもいい感じ。これワンチャンいける。はい、いったー。はい、気持ちいい。はい、気持ちいいね、これ。このルート強制気持ちいいね。こういうことができるんですよね。だから、結構強くて、これなんだ、キョスキ入るんじゃない、これワンチャン。ワンチャンキョスキ入る説ない、キョスキ入る説はある。ああ、いいね。めっちゃいい。いや、めっちゃいい。いや、これは丸太でしょってあげますか。はい。いいね。めっちゃルート強制決まったわ。これ多分相手、まあ、ファイスピーで、ああ、じゃあファイスピーじゃない、コーン目指してきそうなんで、はい。この間で、いや、これ、あ、ちょっと遅れたかも、これ。これ遅れたかも。あ、これいける、いけるわ。これ多分いける。ああ、でも相手高めにやってきたね。しっかりね、警戒して高めにやってきたんで、でもそうするとね、まあ、こう、ホグが入っちゃうよね、みたいな感じで、はい、いいっすね。さあさあさあ、バゴーンで、バゴーンで行くんで、はい、ここは、はい、ジシってやってあげて、はい、全部受けれる、みたいな。ここはスケでタゲ取ってあげて、でキョスケが行ってくるかな、これおそらく。そうですね、行ってくれるんで、はい。でまあここはまたアチャクイから行こうかな。アチャクイから出してあげて、はいはい、おいしいね、めっちゃ。これ消えるか、これ消えてあげて、はい、消える、チャン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 やって、さあここでもう相手やね、きついと。はい、もうこれホグがフリーで入るよ。さあ、ならもう一発、はい、熱い。なんならこれ橋前キョスケ、橋前キョスケ仕上げて、はい、爆破で飛ぶんじゃない、これ爆破で飛んであげて、えぐ、お前えぐ、お前マジでびっくりするわ、ほんまに。さあ、ここはクエイクであいつごと消し飛びたかったけども、これは入らへんかな、多分。そうですね、まあなんでもう一回さあ、多分これディガーオールベイが来るかな。俺の予想では多分ディガーオールベイが来るんで、まあここキョスケから行ってあげてみたいな感じ。キョスケから行ってあげて、はい、相手このキョスケいるターンはマジ攻めれないんで、この間ね、はい、そうですね、そうなるよねみたいな感じなんで、はい、こっちねつってあげて、はい、これ消えつつの、ほい、このタイミングですね。オッケー、完璧。で、まあ、ここはホグ。あ、ちょっと遅れた。これも遅れた。マジで。これできないですね、多分。うわー、できた。相手がね、普通にミスってるわ。相手が普通に、ボムの位置ミスってる。美味しい。さあ、いいね。なんなら
よいしょー強い。まあ、こんな感じで、キョスケホグは、ルート競争で勝てるんですよ。マジ、高回転相手にはこれシェーだけで勝てます。基本的に勝てます。相手多分ね、ルート競争の、対処法知らないんで、こんな感じで勝てるんですよ。なんなら、この、今の見てこのマルチのトップ層で勝てないんだよ。トップ層で対処法わかんないんだったら、俺より下のトロタイのやつなんかわかるわけないやん、みたいな感じで。まあ、そんな感じですね。まあ、なんで、次3つ目、エレジャーですね。まあ、エレジャーいろんな形あるんですけど、まあ、マザネクインドラの形とかもあるんですけど、僕はミラーが今ね、結構熱いと思う。正直、ミラーエレジャーがめっちゃ強い。使ってても、疲れても強いから、まあ、これはね、今日は紹介していきます。はい。まあ、なんか、ライトニングブラック大砲じゃないや、ロケットあるんですけど、まあ、どうやろうな。俺はなんかライトの方がいい気しますね。うん。さあ、来ました。CCCP 来た。CCCP。CCC のCCCUで。まあ、このデッキはですね、結構ね、2倍前結構強くて、なんでかっていうと、まあ結構ね、ミラーエレジが刺さるんですよ。相手ね、え、何みたいな時に、え、待って、ミラーエレジ、うわ、積んだやんってことがあるんで、マジでね、結構ミラーが強いんだよね。ああ、これ多分ね、おそらく、まあ俺でそうなんですけど、多分、ジャイスケラ。多分ジャイスケラですね。ここでわかる。さあ、相手はなんか出してくるかな、おとけ。出してこなそうなら、まあ、ここはゴルナイト、あれでダッシュで守れそうですね、多分。守れそう。ほい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 。いやー、微妙。微妙。めちゃめちゃ微妙。いや、でもね、これ相手エレジ飛ばんないんすよ。これで相手多分ね、そう、圧着いだから、これライト切れば多分ジジですね。はい、ジジ。はい、ジジ。しかも相手、黒切ってくれたわ。切ってくれた。丁寧なことに黒を切ってくれたおかげで、もうね、ジジ、これ。はい、ジジですね。はい、もうこれがね、もう、強いんすよ、本当に。まあこれで、まあなんなら、まあこれは神相性なんですけど、もともとね。まあもともと神相性ですね。ジャイススケラーはまあ相性いいんで、まあ相手ね、エレジャー受けないんでね、基本的に。まあただ俺もね、スケラー受けはないっていうね。ただスケラー受けはないんで、まあこう、キング勝負とかなったらちょっとめんどくさいみたいなとこあるけどね。まあどうしよっかな、ここ。ちょっと一旦待ちでもいいですけど、まあここはケツエレジ行きますか。ケツエレジ行ってあげて、まあ相手エレジきついから、もうこれなんならキング行ってもいいですよね。キングにエレジかましてもいいですけどね、正直。正直キングにエレジかましてもいいんですけど、はい、ここは守れそうですね。守れそうと見せかけて守れないやつか、これ。守れそうと見せかけて守れないやつかもしんない。もしかすると。守れそうで守れないやつかもしんない。いやー、頼む、守れてくれ。頼むから守れてくれ。頼むから守れてくれ。いやけど、まあ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 。ここは、ボンバで来ようかな。でも、これ11効果なんで、まあ、結局、オッケーみたいなとこあるけどな、正直。正直、オッケー。なんならこう、折れてほしい。折れてくれたら結構でかい。ん?ディシッ。ディシッ。いや、これね、HP の情報出てるわ、マジで。HP の情報出てますわ、これ、完全に。完全に出てます、はい。まあ、ここは、端前かな。端前でやってあげて、まあ、そうですね、相手も多分組んでくるなと思ったから。まあ、ここはジャイを守れたら結構厚めですけどね。ここ、ジャイ守りつついけたら厚いかな。ダッシュがちょっと渋め。ダッシュ渋め。ダッシュが渋めなんですけども、頑張ってもらって。頑張ってもらって。さあ、エレジが、いや、エレジがめっちゃ入ってんな。これ、相手止まんねえな。さあ、相手もあと攻めるだけなんですよね。なんで、まあ、ここはまあ、あんな、あ、まあ、行っちゃおう。はい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 。もうエレジが強すぎてやばい、マジで。もう昔のエレジなんかいないよ、もう。HP がもう情報されてるからね、言うてね。昔のエレジだったら多分さっきのもミー残ってるし、今の多分スケブでだいぶ減ってるけど、今のエレジはマジでね、強いからね。いいっすね。まあこれちょっとあんまミラーのあれが活かせなかったっすね。まあミラーしなくても勝ってたんでね、これね。まあ普通に相性いいんで、もともとね。まあ次4つ目、ロイジャイスケキンですね。これもめっちゃ強いんですけど、まあ、スケブもありますね。ね、墓石のところが。まあ、好みっすね。正直、でも、好き、なんか、エレジャイが多いから、まあ、俺は墓石の方がいいかなってのあるかもしんないですね。あと、ロイジャイとかも、ロイジャイミラーでもね、墓石あった方が有利だからね。うん。まあ、なんで、まあ、俺はこっちをおすすめしますかね。うん、マジでね、ロイジャイスキンは万能だね、超。まあ、今の、なんか環境をメタってるって感じかな。うん。めちゃくちゃ。まあ、デッキも強いんやけど、その、流行ってるデッキに勝てるっていう感じかな。このロイジャイスキキン。うん。めちゃくちゃ強いっすわ、本当に。まあ、さっきのちょっともうちょいミラー活かしたかったな。さあ、来ました。セバスチャン来たわ。セバスチャン。全然ちゃうけど、それっぽいこと言っといたわ。まあ、このエレジデッキは基本的に、まあ、街からでいいですね。まあ、相手が動いたら、まあ、出すみたいな感じで全然 OK ですね。まあ、高回転とかだったら、まあ、ケツエレジして、まあ、自分から勝つ、作るのもいいんですけど、まあ、基本的には、まあ、受けからが強いかな。うん。まあ、この手札やと余計待ちですね。まあ、墓石切るぐらいですかね。ちょっとね、手札が悪い。で、相手も動いてくれない。これはね、もうやってるわ。わー、なるほどね。これ、禁忌したいな。ち
とこれね、近畿できるかだいぶ怪しいですけど、これだいぶ怪しいな。これはだいぶ怪しいけど、できそう。これならできそう。いける。よっしゃ、OK、完璧。いや、これね、近畿できるかどうかによって、だいぶ勝率変わるからね。で、これでできなかったとき、だいたい負けるから。これほんと。これできなかったらだいたい負ける。これファイブでやれそう。OK、でかい。なんならマザネクが。まあ、相手、トリトン見捨てね。トリトンじゃなくて、スキン見捨てるわ。これ、トリトンも入るよ。はいはいはい、いいね。多分これ、クエイクかな、おそらく。おそらくクエイク入ってそうですね、なんか。入ってそうなんで、まぁ、ちょっとね、そうですね、ファイスピアルんで、ここは丸太でしっかり削りつつの、クエイク警戒日でやりますか。あーなるほどね。これじゃあ、ケツエルジいきますか。これ、ケツエルジ逆さいってあげて、まあ、アチャクイがこっちはね、きついんで、まあ、でも、このね、こいつがあれば、なんとか守れるんで、基本的に。こいつあれば、基本的に何でも守れるんで、これガチだから。はいはいはい。で、まあ、ここは、墓石と、まあ、これで守りつつの、みたいな。はいはいはい。いや、ただ、これちょっとね、しんどいね、みたいな。これちょっとしんどいね。さ、マザネクを生かしつつの、じゃん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 、やってあげて。いや、これしんどいね。よいしょ！はい、デリバリーが、デリバリーが、デリバリーが、エリクサーないね。エリクサーないね。うん、ないね。おいしいね、これ。めっちゃ入ってるね、これ。タラちゃんです。ちょっと違うな。ちょっと今の違かった。似てなかったな。いや、俺結構タラちゃんに自分で似てると思うんですけど、今の似てなかったな。なんかね、似る人に似ひん日があるんよな。いや、これめちゃくちゃ入ったな。さっきのケツロイジャイ完璧やったかもしんない。もしかすると。おいしいね。はいはい、構えて。で、まあ、ここも、スケキン合わせかな。で、あとは、まあ、マルタ、ファイボマルタかな。まあ、なんですけども、ここ攻めちゃおうか。攻めてあげて、まあ、相手、多分守ってくるけども、ファイボ打っとけば、まあ、入るっしょ、みたいな。どうせ相手、多分これ守ってくるから、そうですね。なんで、まあ、これ多分一発入るんじゃない？ロイジャイ。あ、入らへん。まあまあまあ、うわ、待って、右、えげつない形になってんね。なんか、右もう、災害できてんね、災害。めちゃくちゃ入ってるわ、なんか。オッケー、相手クエ切ったから、もうザッピーからいっちゃおう。ザッピーこっちからいっちゃおう。もう相手ももうナビナビよ、これもう。ナビナビなってるわ。いや、もうそんな、いや、でも、私だけやんけ。言ってるわ、知らんけど。これ、2クラまでいっちゃうか。稼ぎたいね、クラウン。オッケー、いいね。さあさあさあ、大事よ。まあね、美味しいですね、ここはね。まあ、ロイジャイ、まあでも今のは正直な、ケツロイで決まった感あるよな。相手が先出しは着衣してきたからな。あれでケツロイして、あいつ攻めて、そこを共有したから、まあしっかり守れた。あとマザネクが強いですね。うん。さっきの何があれってマザネクやばかったね。スケに、あのロイジェに当てたスケがマザネクでボボボンボボボンボボンってね、豚に変わったからね。うん。あれが強かったね。はい、ということで、ラスト、僕が思う幻覚鏡最強これですね。間違いなくこの前も紹介したんですけど、マジで、まあこれが強いかな。正直多分一番軽く出すと思うわ。うん。まあ、これマジで強さ本当にわかるから、まあこのデッキ、まあもっとよく知りたいって人は、まあ動画見で多分上げてると思う。うん、上げたよね。てかなんなら多分上げたと思う。うん、マジで強い本当に。もう玄関強、最強よ、最強も最強よ、このデッキマジで。世も末本当に。さあ来た、ブルックルップ、アイメイン来たわ、シャンギロ。ブルックルップ、ブルックップ来た、ブルックップ。全然言いづらい、めちゃくちゃ言いづらい、全然言えへん。まあこれデッキも基本間違いでいいんですけど、まあ2倍からがマジで強くて、まあその何が強いって、キョスケゴルナイドリルトルネができるんですよ。で、もうでみたいなできるんで、あー美味しいの来た、もう神相性来た、これもうトルネスってあげて、はい。吸いつつ、あ、26かな、これワンチャン。ワンチャン26説あるな。なんかアイスビって見たら、まあ26かなと思うよな、やっぱり。26か、珍しいですね、なかなか。でも動いてこないってことは26、あー、ファルチャホグや、これ。ファルチャホグや、ビッパーや、バイパー、バイパーホグ来ました。いや、ただ、これゴルナイの餌食一緒。今相手に2枚切っとるけん。まあそうですね。まあなんで、まあここはキョスケから行きますか。キョスケから行ってあげて、で、まあ相手、今、バルキリー切ってるんで、どれ受けないんすよ。だから、おそらく、まあ、ファルチェ切りたい、そうっすよね。ファルチェ切りたいから。で、また、丸玉で行きたいかな。なんで、ここはこっち行きつつの、これ、マジアチャリ抜きっすね。多分、相手ワンチャントルネまでやってくるみたいな感じっすね。俺の予想では多分、トルネまでやってくるかなと思ったけど、うまっ。こっちか、それうまいや。え、めっちゃうまくね、それ、相手。はいはいはい。いや、けど、いい感じに入ってんな。あ、待って、これ、残ってるよ。熱い。いや、熱い。いやーでもこれ多分飛ぶな。飛ぶからまあいいや、これは。トルネで無理やり、うにょにょにょってやろうかなと思ったけど、まあさすがにね、さすがにやりすぎってね。まあ一旦落ち着き、やっぱ2倍からじゃないとね、なかなかね、まあこのデッキは回せないんで、重たいね。ちょっと意外と重たいデッキなんで、まあ2倍後満字化させればな、みたいな感じかな。まあここワンチャンバルキリー、あれとか来るかも。まあさすがに今回はワンチロケット。
あーこれダッシュしたいな、マジでマジでダッシュしたいわ、ガチでダッシュしたいわ、したいけど多分ねアイスピ絶対飛んでくるから、まあしなくていいかなっていう感じ。うん、まあここ多分ね防衛ホグ来るかな、おそらく防衛ホグ来ると思うんで、さっきみたいにね、まあ俺の予想では多分来るかなっていう感じなんで、まあここはドリル流してあげて、流すだけ流しておいてあげて、はい、はい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 、よいしょ、はい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 、あれ危ない、いや今なんかトルネミスったかなと思ったけど、まあさすがにやったわ。ここマジアチャ高めでいくか、マジアチャ高めでいってあげて、はい、で多分あれでしょれると思うんで、あしょれないね、しょれないねこれ、しょってくれないね、お前どこ向いとんのお前、いやさすがにエグい、さすがにエグいっすねそれ。いやこれは特大トルネサービスいっちゃうよ、特大トルネサービスいっちゃおう、特大トルネサービスドリルダッシュ、あはー、なんでいかないの、これいかない理由がわかんないでしょ普通に。なんかゴルナイってさマジでもう本当意味わからん、行くのか行かんのかどっちかにせいで、せんのかいすんのかい、せんのかいすんのかいってちょっと微妙っすよね、ラインがねめちゃくちゃね。まあご気をつけやいっか、まあなんか相手マジであれきす、あれしてきそうやな、防衛ホグまたしてきそうやから、おっとこれ当たる気はくれ、なんか当たるんだそれ、めちゃくちゃ当たってんな、めちゃくちゃ当たってんな、これ射抜けてるね、射抜けてますねこれ、あしっかり抜いてるね、えバチコリ抜いてますね、はいはいはい、さあ行くよ、さあ射抜いてるね、だいぶいいっすよこれ、爆破でいいや、ふわえって仕上げて、なんだこれ、あれ多分ねホグぐらいしかないんじゃない、ホグかファルチでしょこれ、あーバルキリー回ってたごめん、普通に回ってたわ。まあなんでここは俺トルネ切ってるんで、ここは墓地守りたいんでね、じゃああんま言い切り合わずに行きたいですねここはね、はいはいはい、美味しい、これは美味しい、これ先行してるんで、まあ普通に守れますね、えやばくね、やばくね相手、やったんちゃいますんそれ、それやったんとちゃいますんそれ、おお、それやったんとちゃいますんで、これ多分ねロケットワンチャン来るかなみたいな思うんですけど、どうすか、ワンチャンロケ来る、ワンチャンロケ来るな、これワンチャンロケ来る言うて、でトルネでよいしょしてあげて、はい、いやーいいね、さあいいよ、これ丸太でどかしてからの、ダッシュ見てていくよ、はい来た、はい、なんならこれ巨助でマジアチ抜こうかな思ったけど、さすがにヤンキーすぎるんで一旦落ち着きます、はい、トルネ切ってるんでね、ここは一旦落ち着いて、またワンチャンホグ来るかなみたいな感じなんで、はいよいしょ、はいしっかりやってあげて、さあさあさあここはザッピーかけますか、ザッピーでチュチュチュンって仕上げて、チュチュチュンチュチュチュンしといてあげて、でまあ相手トルネ切ったんで、まあここはねあのゴルナイ活かしつつ、まあこれは美味しいね、これ丸太で多分全部しょれるんで、はいしょれますねこれ、よいしょ、でまあなんならこの巨助の形、はい、これで来たよ、黄金ムーブ来たよ、はいもう完成してる、もうこれ止めれるやつはごらん、はい行くよ、さあジュ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 ジン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 、は行かれるのか言って、でもマジで入っとるわ、ね、まあ相手もねさすがに笑うしかない、これはもうねこんなの当たってみ、もうよだれ出るよ正直、まあ相手マジアチャーもゴルナイもどうしようもないからねいう感じで、まあ基本的にはこんな感じで使う、まあキョスケの章にまあゴルナイつけて、でドリル取るね、でデンデンデンみたいな感じ、もしくはまあマジアチャーで射抜く、相手がマジアチャーきついデッキとかだったらマジアチャーをどんどん積極的に割いていくっていう感じですね、うん、まあということで、よかったら皆さん自分がね使えそうなやつを選んで使ってみてください、はい、まあ多分チャンピオンなしバージョンも上げてると思うんで、まあチャンピオンある人はまあこっちから使っていいし、チャンピオンない人はまあチャンピオンないバージョンを見ていただければなと思います、はい、ということでよかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします、ということでまた次の動画で会いましょう、バイバーイ。